国尾です。2020年の2月の27日になっております。少々お待たせしていた件になりますね。本日は鞘師里保ちゃんの日曜日に行われましたインスタライブ、1時間2本という2時間の解説、総集編といったら変ですけど、すごく短く要点だけ絞ったものをお届けするという感じ。そしてそこに僕の思ったことなんていうのを載せていきます。で、2つ目。3つあるんですけど、2つ目、田中さん、前々回の鞘師里保スーメタルモアメタルなんちゃらという、私の動画に長く書いてくれた音楽論、これどういうとこピックアップしていくかと申しますと、編曲家、作曲家でご本人の好きなものを挙げていただいているんですね。で、それに対して僕の方から作曲家3名。3パターン、それと編曲が3名3パターンアレンジということで、田中さんの趣味を聞いた上でこんなのどうだ、そしてメタルのファンの方なんていうのではルーツにもなるような曲、そして、何かしら広がりのある、そんな3曲をご紹介していくというコーナー。そして最後に僕の方でアレンジ作曲家というところが用法ですよね。外国と日本というところでどんな風な差があり、こういうところが注目点なんじゃないかみたいの補足して終わる、そんな動画にしていきたいと思っております。国尾チャンネルの方ぜひ登録をいただいて、今後もお付き合いいただきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしますとともに、早速始めてまいりましょう。ではまず鞘師里保ちゃんのインスタライブ、どんな感じでどんな内容で進行していたかというところを振り返りましょう。でまずですね、日付で言うともう日曜日ですから、今から4日ぐらい前になっちゃうんですけど、お聞きしていながら一通りまとめた文章をお読みして、自分なりに解説していく感じです。でまず赤いマニキュアで、登場ということで、今までのインスタライブではそういうことはなかったと。で巻き髪もですね、だんだんちょっとおしゃれになってきてる感じというか、ちゃんと何ですか、フォーマルになってきてる鞘師なりにという感じでした。で聞いていたリスナーとしてのハロー関係ですねは、高橋愛ちゃんとエリポン生田絵梨奈ですね。で春南飯窪春菜ですね。それと牧野マリアという感じの4名が話の中に出てきてました。で服はユニクロが最近ほぼほぼということで、本人洋服はユニクロだったらしいです。何を着てたかまでは分かんないですけど、ちょっと白に近いグレーですね。でトールな飲み物、これ何なのかと思ったら、飲み物飲んだんですけど、スタバの使い捨てじゃないカップらしいんですよね。それを愛用してるということでした。コーヒー好きですからね、鞘師自身が。それでさんまさんとたまに連絡取っていて、そのうちご飯でもと約束してるタイミングだそうです、であとは本人が最近のフィーリング、どういうふうに話したかというと、可愛い、美しい、すごいに生まれる感情が大きくなったと。でいろんなものを見て感情を得て、脳に刺激が得れると。でそういう余裕が出てきた気がするっていうような話もしておりましたね。で本人はちょっとどんな風な感じで挑戦チャレンジ捉えてるかというと、一回大丈夫かなと思いネガティブな感情から巻き返す、基本的に一回悩む感じということで、なんていうかトライアルを考えてるっぽいですね。でそれは本人がこういう表現でした。なのでこれ今後のところのヒントになるかどうかわからないですけど、考え方の基本というのをお話してたんで、何かの、ヒントになるって言っていいんでしょうね。そういうふうに思いました。でカレーを結構作る。で多分結構自炊派だそうです。あと納豆大好きということで、納豆は自炊というかあれでしょ、健康面も考えて、で味も好きなのかもしれないですね。みんな日本人好きでしょ。で発声練習をするということで、発声練習の仕方というのはどんな風な感じかというと、脳と鼻の奥をほぐしてるっていうんですよ。この辺を「うんうん」って言いながらやってるっていうんで、ここをほぐすと歌いやすいことに気がついたってことですね。でその調整をしながら、今回2曲アカペラで披露していました。ここを解説していきましょう。まず1曲目、エンドレススカイというモーニング娘。の曲です。もうまさにエンドレススカイですね。この曲をアカペラで歌っております。で、1番のみのアカペラだったんですけど、リズムは少々突っ込み気味。アカペラだとありがちですけど、で、これはみんなこうなると思うんで問題はないが、声も音程も環境から考えたら全く問題なく、でむしろ感動的なコントロール効いた歌い方だったと思います。ね。で部屋の中ですからそこの状況にアジャストして柔軟性もサービス精神もあるように映った、そんな一曲、そんなシーンだったように思いました。で本人はこの選曲の理由は、卒業しても歌詞を見て元気づけられたと、で辞めてからの方が歌詞がしみるようになったというお話でした。でいい話だったですね。でもう一曲、もう一曲歌います。それが「時を越え空を越え」ですよ。時を越え空を越え、なぜ選曲したかというと、まあ今は予定がないけどいつか歌えたらいいなと思ったと、もう少しリズムをつけて歌えればよかった、すごく綺麗なので MV 見てほしいと言いながら、で曲の感想、僕の感想ですね。でリズムは同じく許容範囲十分だけど突っ込み気味ですよね。で低音と特に高音はパワーバランスの意識もある印象で丁寧でした。まあ、歌詞の意味はサビの最初のフレーズに特に丁寧に気を使って歌っていたように感じました。まあ、この辺はいい技かどうかわかんないですけど YouTube に多分転がってると思いますんで、気になったら聞いてみてください。そんな感じですね。であと英語も披露していましたね。英語の質問も答えるっていうところで、まあ、本人照れ屋とか緊張症なところはあるかもしれないけど、発音的にはもう全然僕が言うの好きですけど中の女王よりもうちょっと使いこなせてる、話させれば使いこなせる感じですよ。そんな印象です。でインスタ開設前に野中チェルですねとテレビ電話で英語を練習したと。ここでモーニング娘。の野中チェルが分かんない人に説明しておきますと、彼女は12歳までアメリカにいた帰国子女ですね。なので基本的に我々が考えてくれれば小6ぐらいまでに喋っていた日本語が喋れると同じぐらいな状況の英語は喋れるということです。なのでネイティブスピーカーといって間違いないと思います。でそこで話をしているということですね。ただ、大使自身はあまり英語喋ってると調子に乗ってると思われるんで、ちょっと控えてるそうです。すごい可愛いですね。でも日本人の女性とか男性ありがちですよね。同じコミュニティの中で英語っていう環境にない人たちとお話しすると、ああ調子に乗ってんなみたいな取られられちゃう。だからわざとカタカナ英語にしちゃうなんていう女の子はよくあるかもしれません。だそういうことだと思います。で明日迎える誕生日の話もしてました。5月28日誕生日の鞘師里帆ですけども、ノープランでっていうことを常々言ってましたね。まあ本当か分かりませんけど、まあ、その辺は本人の言い分を信じていきましょう。で21歳について振り返る質問に関しては、いろんな人の愛を感じた年だった、自分は恵まれてるんだなと思ったし、優しい人ばかりで、返すものではなく回すものだよと、恩はですね、恩は返すものではなく回すものだよとどなたかに言われたらしいですね。で明るい気持ちを広げていくっていう表現だったと思いますね。で村上昌司さんも同じ誕生日、まあ、これはさんまさんのラジオのつながりでしょうということもお話ししてて、まあ、本人たち何を誕生日のところに願ってるか祈ってるかというところよりも日常の中にあるよってことをアピールしたかったんでしょうね。であとはコレクション、本人が100円ショップのシールのシリーズをコレクションしてるという話で、まあこの辺のアピールというか商品見せてもらいました。食べ物とか花とか可愛い系の、ちょっとだから実年齢より子供な趣味なのか、今あの辺の年齢20歳前後20歳前後ですかがそういう趣味なのかちょっと僕はあまりよく分かってないので、その辺は本人の世代の子たちに聞いてみないとなって感じだったですね。で Amazon も楽天もよく使っていると。で漫画は読まないと、嫌いじゃなく読む習慣がない、でここ数年で映画は見るようになったそうです。ただし、Netflix でシリーズものが多いということですね。ワン、ツー、スリーとかそういうやつでしょうね。アメリカの映画とかドラマにもありがちですよね。まあ、ドラマは当然シリーズか。まあ、そう思いました。で、まあ、この辺は続いてなんですけど、YouTube も拝見してるらしく、暮らし系 YouTuber、ガジェット系 YouTuber を見るらしいですね。で、過去はゲームはナメコを育てたり、テトリスはやると。中学生の時はずっとナメコをやっていたという話でした。かわいいですね。流行ってましたかもね。かもねじゃなくて流行ってましたでしょ。僕やってなかったけど。あつ森も僕やってませんから。で昔からインテリアが好きで DIY は私しないと言ってました。DIY っていうことでピンとこない方いらっしゃるとご説明しておくと、ジュースの宮本かりん、よくダンバラルルちゃんで出てくるジュースですよ。でジュースの中のいわゆるセンターで、デビュー当時から彼女が、彼女を基軸にメンバー選ばれたとも言われています。その宮本かりんちゃんがジュースジュースをやめる理由の一つが DIY をやりたいってことなんですよ。なのでちょっとハロータ的には DIY 出るとおっていう一回おって思うやつですね。でそれはやらないという話でした。長くなってすいませんでした。で、お父さんお母さんどっちに似てるって言われると、どっちにも似てるがお母さんに似てる率が高いそうです。ね、で YouTuber はとにかく否定的でインスタの方がやりやすいみたいに言ってましたね。失礼しました。で朗読は許可が下りればもう一回くらいやると。これはインスタの方でつんくさんの書いた絵本に本人が朗読してるってことですよ。全然歌声と同じというとは違うんですけど、アプローチ当然違くて優しい声ですよ。これも聞いてなかったらインスタでログインして聞いてみてください。であとはそうだ、誕生日以降インスタライブを控えようと思ってたらしいですね。で連続でのインスタライブはこれでお休みしようと思っていたっていうことをこの回に言ってました。なので明日以降ね、どうなるか分かりませんけど、ただファンの皆さんが楽しみにしてると思うので、やらないことはないだろうけど、当日かどうかは分かんないですね。それは昼にやる時間より、夜にやる時間より昼の方が本人の中でなんかインスタライブしっくりきてるみたいなんですよ。そういう発言から、まだ分かんないけど、明日はやらないのかななんて思うようなとこもあります。ですね。で今とにかく家にいる時間が多いからインスタライブはたくさんできればと思ってたそうですね。であとは、この最終というか最後の方はコストコの話で盛り上がり気味でした。あらゆる角度からなぜかコストコの話だったですね。お伝えするのはそんな感じが最初のインスタライブだったように思っております。ですので本人の考え方というところ、今の見ているものの質問を答えるというコーナーあったんですけど、ちょっと知らない人とかにも興味が深まるし、最近どんな感じだったのっていうところの回答っていうのが中心だったように思っております。では本日2度目のトピックいきましょう。田中さんが質問してくれました。書き込んでくれました。その質問というか書き込んでいただいたが正解でしょうね。そこに対して主軸になるワードがおそらくほぼほぼ作曲家編曲家に対してのものだと思うので、お読みしながら僕なりの回答というところで続けていきたいと思います。お付き合いください。ではお読みします。ハロプロとは関係ないんですけど、私が YouTube のコメントやその他ブログなどでキーを打ったのは2014年頃です。その頃の私が提示したのは、演歌は日本の心じゃない、ビートルズや美空ひばりは一般社会の評価は高すぎる、アーティストという言葉を言い出したのは小池総工、それにしてもツインボーカルとかパワーバラードは造語、デュオとロッカバラードじゃないかね、そんなところです。これ続くんですけど、まずここに個人的なお答えをしていきましょう。まず久々に多分タイプしてくれたということで、そこに感謝します。ありがとうございます。まさに僕のところだったのも嬉しいです。で、演歌は日本の心じゃないというこのくだり、これちょっと面白かったんでピックアップしたいと思います。ビートルズ、美空ひばりが一般社会の評価が高すぎるっていうのが面白かったですよね。僕、じゃあこの演歌は日本の心かどうか、ビートルズ、美空ひばりをどう思ってるかというところをちょっと説明しましょう。演歌が日本の心かどうかっていうのは、これは多分キャッチコピー的なところでどっか言ってるんだと思うんですよ。もしかして世代的にそういう大々的なものがあったら教えてほしいぐらいなんですけど、僕ら世代はこうは思ってないですよ。心がかどうかはわからないですけど、僕が思っていたのは子供の頃、スターってのがね、ジュリーかタノキントリオなんですよ。男性で言うと。で、女性で言ったらもう松田聖子思いっきり間に合ってますし、中森明菜もそうでしたし、ピンクレディーがスターだったですね。どうしてかというと、友達の家に遊びに行ったらお姉さん連中がいたらほぼほぼ間違いなく集められて座らされて、ピンクレディーの振りコピを数分間見るのから遊ぶのが始まってました。これはあるあるだと思うんですけど、なので非常に根付いていて、日本の心かどうか分かりませんが、僕の子供の頃の原体験は常にアイドルライブだったっす。もうそれ今もですけどね。なので僕はアイドルの振り付けを見るというのがなんか日本の作法みたいに思ってるところはあります。ね、でビートルズ美空ひばり論っていうところで言うと、僕ビートルズも全然漏れなく高い評価というふうにおっしゃってるけど、高い評価でいいと思ってて、理由はこれも説明しておくと、子供の頃バンドブームでした。なのでそういう正座をしてお姉さん方を見るのを終えてと言ったら変ですけど、小学校から中学校なんかに上がると基本的にバンドサウンドというのを中心に音を聞くようになんかなってきちゃうんですね。理由は簡単です。ベース、ドラム、ギターでバンドサウンドが再現できるから。そうすると急に身近なものになるわけですよ。なのでその中で一番のポピュラーと申しますか、キャッチーな曲、ポップな曲でいいでしょうね。それをバンドサウンドで作っていて、いろんな日本人のバンドのルーツに簡単にたどり着くのはザ・ビートルズだったんですね。なので教科書的になってしまうというのは必然だったのもありますし、実際に曲も良かったです。で子供の頃ポンキッキとか見ててもビートルズの曲「When I'm 64」とか流れていたりとか、非常に馴染み深かったっていうのもありますね。なので高評価になってしまう理由はそういうところもあると思います。で美空ひばり、これも僕はギリギリ現役を拝見するのを美空ひばり、石原裕次郎は間に合っています。なので当時の意味、価値というところっていうのは現役をずっと見てきた人たちとは違うかもしれませんけど、歌が届くか届かないだったらバリバリ届いてます。なので僕の時代は美空ひばり、テレサ・テンなんていうのが歌がうまいトップ2だったのが印象ですね。もちろんそこに中森明菜っていうのは入ってきますけども、僕はこの2人に比べたら中森明菜っていうのはまだなんか包括的に全部の音楽、歌を歌えるって存在ではなかったように気がしています。カラーがしっかりしていた。でそこをなんかこんなにうまく歌える子はいないぐらい思っていたのが僕は中森明菜の見方だったですね。で松田聖子をどう見てたかというと、松田聖子は表面のポップさっていうのをすごく上手だったんですよ。で初期の方は儚さ、切なさがあってより良かったんですけど、この美空ひばりさんが亡くなる頃なんていうのはどちらかというともうマドンナ方面、マドンナというのは外国のプリンス、マドンナ、マイケルみたいなマドンナです。そっちになっていって、それほど僕は中心的な興味を見失ったところありますね。ただ初期の松田聖子は最高です。大好きです。なので僕はそういう背景からこの話をしているということを思っていただければと思います。でこのツインバラード、パワーバラードって言い方、すいません、ツインボーカル、パワーバラードという言い方、デュオ、六花バラード、この辺っていうのはあまり存じ上げないですね。言い方としてあんまり、デュオは使うけど、あんまり使わないですよね。で、ツインバラード、パワーバラードという言い方、これ英語ですよね。で、デュオっていうのは多分、言い方でラテン語系、フランス語でもデュオっていうし、イタリア語でも言うしってことだと思うんですけど、多分こっち側の言い方だと思うんですよ。で、ロッカーバラードも英語なんで、おそらくこの言い方、様々音楽というのはどの国の何を取るかじゃないですか。シャンソンって言ったらなんか知んないけど、日本人ってすごく昔のフランスの音楽というか民謡みたいに思ってるかもしれないけど、全ての歌はシャンソンだし、その言い方ですよね。カンツォーネとか全部そうですよね。その響きのバランスで国によって意味が変わっているということで言ったら、僕もこれ原型のを使っていないんで意味がわからないところあります。ただ一個ずつイメージをすると、ツインボーカルといえば単純に2人ボーカリストがいるものっていうふうに思ってしまいますし、パワーバラードというと、このパワーバラード、ロッカーバラードってこの2つは世良公則さんを思い出しますね。なんというかツイストですよね。あんたにですよ。もし間違ってたらあれですけど、そういうイメージです。でデュオとかでもザ・ピーナッツとかですね、ツインボーカルっていうイメージよりデュオとか言うとちょっと可愛いイメージがありますよね。そういうような印象です。間違ってたらご指摘いただければと思います。で続いて補足の方をお読みしてまいりましょう。これはね、なるほど、補足です。演歌は日本の心じゃないは、もともと日本は民謡があって、これはなんだ、感覚があったらいいのかな、ちょっと読み方間違えたらすいません。戦後の演歌歌手は拳とかビブラートが強すぎる。ビートルズや美空ひばりは一般社会の評価は高すぎる。さすがにこの件は反論が多かったようです。要するにこの2つは同年代で同業他社が少なかったからじゃないのかな。なるほど、僕が力説した部分というのにもうすでに自己ツッコミ入れてらしたということですね。これ前者の演歌は日本の心じゃないのところは、これはもう時代世代によってあったものというのを次のものに変えていく、オルタナにしていかなきゃいけない時には、それ時代の流れとともに、ジャンルも何もかもが変化していくっていうこともあったような気がしますね。ビートルズ、美空ひばりの評価はさっき申し上げたのが僕の回答です。じゃあ続いてお読みしましょう。でこっからが編曲の話ですね。で編曲で良いと思うのがというところで、サウスポー、これとファンタジー、これを挙げてくれてますね。で、理由はファンタジーの方はこの曲は歌謡曲でありながら1、3番のアレンジが違いますということでしたね。これはすごく面白い。サウスポーは、曲が玉手箱のような作りだったと。半田武人さんっていうんですかね。面白いですね。これもちろん全て聞きました。全て聞いてお話できるようにならなきゃいけないのでちょっと遅れたっていうのもあったんですけど、で歌はファンタジーの方は2番で半音上がり、3番でまた半音上がると、2度転調するということですよね。まあ、半音上がりの転調だからそんなに組み立ては難しくないかもしれないですけどね。ラストのサビは聞き迫るものがあった。お聞きして思いました。歌もいいですしね。これ素晴らしかったですね。で、追加でお読みしますね。編曲の追伸で、どうにも止まらない、個人授業、裸のヴィーナス、キャッツアイ、フライデー・チャイナタウン、そして今はベビーメタルのいじめダメ絶対ですねというふうに回答いただいております。で、さらに、これは追伸の追伸ということで、本当に歌の上手い人、マイケル・ジャクソン、ベン、ルネシマール、緑色の屋根、ジャニス・イアン、ラブ・イズ・ブラインドというふうに挙げていただいています。この洋楽のこの辺面白かったですね。で、ルネシマールってこれフランス人ですね。様々聞かせてもらって、僕の中で興味の深まりがあったんで感謝します。面白かったです。で、上手だったですね。子供のね、変声期前の男性の声ってね、ある種宝というふうに言われるちょっとゲイ系の昔のアーティストたちが使っていたような気もしないでもなく、なんかいろんな角度から楽しませてもらいましたね。で、この曲一式解説していってもいいんですけど、まあ、それは YouTube 貼ってくれてるんで、この動画から聞いていただくのが一番いいと思ってるんで、特にここに対しての解説はせず、僕の方で回答というような編曲曲を選んでみましたので、まあ、このリストをいただいて、聞かせていただいて、もしご存知でなければ聞いてもらったら楽しいだろうなというところでお伝えしていきたいと思っております。まずは編曲面ということですね。で、これはハローを聴いている方、鞘師里保を聴いている方、そしてベビメタを聴いている方にも、どなたにも届くような形でなんとなく選んでみました。で、まずは、小林武史さんというアレンジャーの方ご存知でしょうか。もう言わずと知れた最近ではミスチル、サザンオールスターズなんていうので、アレンジの方をすごく活発にやられてらっしゃって、有名、もう大ヒットですよね。僕が語るほどの方ではないんですが、彼が活動最初期の80年代にやっていた、もう僕にとっては田村恵里子さんという歌手の曲で、彼の存在感というのは大きいんですけど、そこを1曲紹介したいと思います。私はそよ風という曲。これはこの辺に掲げている Maybe Dream という田村恵里子さんの89年のデビューアルバムですね。1989年。で、つまり平成元年ですね。で、その時に多くはアレンジしてるんですけど、特にこの曲がいい。理由はアイドルポップの原型のサウンドというか、曲の流れは崩さずに、非常に80年代を感じさせるポップなシンセなアレンジというのが加わっていることですね。で、歌も何より歌声がいいです。これは、僕 YouTube のアナリティクス上問題がないと判断したものは全てリンクに貼っておきますので、後ほど聴いていただければと思います。もう僕田村恵里子さん大好きな歌手なんで、まあ、その辺も聴いてほしいという意味も超えまして、小林武史さんアレンジの「私はそよ風」1曲紹介しました。あと2曲紹介します。もう一つ言うと、これはね、僕はハロプロで1曲あげたく、そしてこの選曲陣の中で対抗するわけじゃないんですけど、聴いてほしいという意味も含めてお届けしたいのは摩天楼ショーという曲、ザ・摩天楼ショーという曲ですね。ここにジャケットも掲げています。鞘師里保ちゃんが在籍時のモーニング娘。の曲でございます。50枚目、モーニング娘。通算で50枚目のシングルとなっております。で、この曲アレンジは鈴木俊介さん。もうハロプロに限らず様々なグループのアレンジャーをやっておりまして、彼のアレンジも素晴らしいです。まあ、これもリンク貼っとけると思うんで、聴いていただければと思いますけども、まあ、特につんくさんが、まあ、作詞作曲はつんくさんなんで、つんくさんが意識している16ビートというところを感じながら、少しクラシックな、少しディスコな、その中でもモーニング娘。の代表曲といってもいいぐらいのテンポ感を持っている。僕はもうこれはもう大傑作だと思っています。まあ、そんな感じですね。でもう一曲あげましょう。でこの最後の曲は個人的に、様々あげていただいた曲というところもありますけども、まあ、僕の中で、最初期ですね、洋楽とかを聴き出した最初期の時にアレンジという意味で、すごくこのドキドキ語があったというか、すごく大人な味がした曲ということで1曲紹介させていただきたいと思います。ビリー・ジョエルでザンジバルという曲ですね。これは、ニューヨーク52番街というアルバム、1978年ですね、グラミー賞なんていうのは総なめにしたなんていうアルバムですけども、この中の4曲目に収録されています。ザンジバル、何が素晴らしいかというと、ポップスと言ってもいい、ジャズと言ってもいいで、アレンジに関してはいちいち展開が読めません。だけども全部メロディーと歌の中に吸収されているんですよ。でこれは、まあ、僕ちょっとピアノも弾くんですけど、ビリー・ジョエルの真似なんかよく、すごく似てないんですけど、よく真似してやろうとしてトライアルしたんで覚えてるんですけど、もう難易度も高く、しかも難易度高いのに難しくないです、キャッチーなんです。こういう曲いまだになんかすごく、この曲書いた当時のビリー・ジョエルなんかもう超年下なんですけど、すごく大人に見える、いい洒落たいい曲ですね、なのでなんかアレンジというところでお話してると、この曲をお届けしたいなと思ってんで、もうお聞きだと思いますけど、もしお聞きでなければですし、こんな話の中で改めて聞いてみたら面白いんじゃないかと思いました。なので今日3曲挙げさせてもらったのは、私はそよ風、田村愛理子、ザ・摩天楼ショー、モーニング娘。14かな、この時ね、違うか、モーニング娘だけでいいやモーニング娘。それで、ビリー・ジョエル、ザンジバル、そんな感じでした。失礼しました。で、お読みしていく文章というのは、田中さんのところというのはこれだけなんですけど、まあ、歌手というところの言及もありましたし、そこで本当に歌の上手い人というのを3人挙げていただいたので、僕が思う歌の上手いというところ、後の音楽シーンにも響いているというところで、これも3人挙げさせていただきました。これも貼れるリンクを貼っておきます。まず1人目、前回どこかのこのベビーメタサヤシ系の動画の中でお話してるんですけども、スティーブ・マリオットを挙げたいと思っています。スティーブ・マリオットがハンブルパイというバンド、スモールフェイセス5ですね、時代に歌った1973年のバージョンですね、ブラックコーヒーという曲、これを一つ挙げたいと思っています。ブラックコーヒー、鞘師里帆ちゃんが大好きな飲み物ですね、こじつけかよと思うかもしれませんけど、まあその要素もありますが、ここのなぜこの曲を上げたかという説明もしていきましょう。特にベビーメタルを好きでお聴きになられている方々、当然ながらメタルのファンの方が多いと思うんですね。でメタルのルーツに上がるものって、それこそアレンジとか作曲とかギターリフとかが上がりがちなんですけども、忘れてはいけないのはボーカルのスタイルですね。でこのボーカルのスタイルで、ベビーメタのルーツというと2クッションぐらいいかなきゃいけないですけど、ヘビーメタルのルーツといったらもうクリアに分かりやすい歌い方、これがハンブルパイ当時のスティーブ・マリオットだと思います。まあ、僕はボーカリストの中でベスト3ぐらいに、もしボーカリストを挙げるとしたら、まあ、こういう動画も撮りますけど、スティーブ・マリオットをロックというジャンルだったら確実に入れますね。まあ、当然ジミー・ペイジも、レッド・セッペリンのギタリストジミー・ペイジも、ロバート・プラントが見つからなければ、おそらくスティーブ・マリオットが本人の中で候補第1位だと言ってるんで、その理由もよくわかる。なのでそういうイメージ、もしご存知でなければです、もうご存知であればもうすいませんでしたですけど、この1973年のスティーブ・マリオットの歌なんていうのを聞いてもらえると、そぎ落とされた演奏の中で、黒人コーラスを抱えてもなおまだ前に出る、そして すごいなんか、こういう歌声というのは、僕この時代背景の中で考えても、僕マリオットはオリジナルだと思ってるんでおすすめですなため、1人あげました。スティーブ・マリオットでした。じゃあもう1人、今度は黒人の女性ですね。黒人っぽい男性の後、黒人の女性なんですけども、アレサ・フランクリンという女性の「Think」という曲ですね。これをあげたいと思っております。僕はこれオリジナルバージョンではなくて、ブルース・ブラザーズという映画で歌われているバージョンの「Think」というのをあげます。どうしてかというと、僕が最初に知ったのはブルース・ブラザーズという映画を見て、このバージョンを聴いたからです。ブルース・ブラザーズの「Think」、物語の中の一つのシーン、まあミュージカル仕立てですから、そこで歌われるんですけれども、中学生ぐらいだったかな、僕聞いた時は。もうとにかく彼女を一声で一行で表現すると、どんなに張り上げても荒くならず、コントロールは余裕かつパワフルです。こういうボーカリストなかなかいないですよね。で、女性ボーカルの中では、まあ後に僕の時代だったらホイットニー・ヒューストンとか、まあその後さまざまだな、でもホイットニーかな一番なのは。そういうところで考えると、考えてもなおアレサいいななんて思いましたね。で、60年代のアレサ・フランクリンなんか遡って聞いた、そんなような思い出もあるんで、ブルース・ブラザーズも好きですし、まあ彼女が上がりますね。そんな感じです。じゃあもう一人あげましょう。もうここは私が話す以上は必ず上がります。松浦彩ちゃん。そして曲は赤いスイートピーをあげたいと思います。なぜ赤いスイートピーかと申しますと、これも貼っておけるんだったら貼っておきます。2013年の FC イベント、僕も参加してました。その中で歌われていたんですけども、松浦彩ちゃんほぼほぼ1年間本人の言い分ですけど、でも多分マジなんですよね。ほぼほぼ歌ってない1年とか過ごして、そういう FC イベントはね、年1か年2出てきて歌うんですよ。で、めちゃめちゃ心に届くんです。この松浦の歌というのは何とも表現しづらい。多分僕は冷静な説明が難しくなってるんですね。どうしてかというと、彼女が世界で一番好きな歌声を歌う僕はミュージシャンだと思っているんで、そういうような感情が入ってるってことがあると思います。ただ比較しやすい赤いスイートピーなんていうのは松田聖子さんの曲の中でも有名な曲ですからね。非常にイメージがあって、彼女の歌唱力というのが分かりやすいんではないかと思ったので、この曲を挙げました。なのでおさらいしますと、ブラックコーヒー、スティーブ・マリオット、ハンブルパイですねと、シンク、アレサ・フランクリン、そして赤いスイートピー、松浦彩、この辺を聴いてみてもらえると、よりメタル、アイドル、歌謡曲というところですか、そういったものが広がるんじゃないかなんて思っておりました。なのでこのようなご紹介のコーナーと変えさせていただきました。ではこのコーナーの最後に、この動画の最後にですね、3つ目のセクションですけど、日本のアレンジ作曲で外国のアレンジ作曲というところを簡単に見方なんていうのをご説明して、今日の動画はクローズとしたいと思っております。まずね、思うところで言うと、当然先行してるのはアメリカ、歴史的に言うとアメリカのジャズ、ブルースというところ、それをイギリス人がポップな解釈で、当然リバプールサウンド、先ほども上がりましたビートルズなんていうのは代表でしょうね。非常にバンド形態、ポップな形態、少し荒い形態、ヤクザな形態っていうんですか、ギャングな形態っていうことなんですけど、そういう風にしていったところがかっこよかったってことですね。僕はそういう風に音楽の流れというかアレンジの流れというのは、主流が60年代のところで決まったななんていう風に考えてます。もちろんエルビス・プレスリーなんていうのもあったと思います。アメリカのね、50年代のミュージカルの音楽なんていうのも、非常にジャズからポップに移行するタイミングとしては重要だと思っています。そんな感じではあるけれども、大きくポップミュージックで日本の音楽にどういう影響を与えてきたかというふうに考えると、やっぱり GS、 グループサウンズ以降というところで、そんなに間違いはないと思うんですね。ジャニーズでいうとマックなんていうのをね、歌っているシーンのところからもうあるんじゃないかって、そうすると1950年代からの話になるんですけど、でもそういうことではないと思うんですよね。なんか全体的に考えると GS 以降、そしていろいろアイドルのところで落とし込むと、僕はジュリー、沢田研二というのと、キャンディーズ、ピンクレディーというのはやっぱり基軸にして、そんなに間違いない、遠くないと思うんですね。で、先ほど挙げてくれたところもあると、フィンガー5なんていうのもそこに入ってくると思います。なのでこれはどういうところから影響が、拝借が多いかというと、基本的に僕は聞いていってあまり間違いないのはマイケル・ジャクソン、デイビッド・ボーイ、この辺は聞いていってすごくシンクロする意味では間違いないのかななんていうふうに考えていますね。この2人のミュージシャンに共通するのは、音楽のジャンルがだだっ広いです。そういうことだと思います。あと日本人にとって忘れちゃないのはクイーンですね。でこれはもう最近のリバイバルがあったので、もう皆さんにも聞きなじみが良くなってると思いますけど、もうこの3アーティストを聴いておけば、基本的にベビメタもモーニング娘。も損がないっていうことだと思います。で、日本のミュージシャンで言ったら、先ほど挙げました、沢田研二、ジュリーですね。ジュリー、ピンク・レディー、キャンディーズなんていうのを聞いておくと、これもつながるところで間違いないんじゃないかなと思っています。まあ、作曲、アレンジというところでは現在につながるところがそこと同時にあるので、僕がこの2番目のコーナー、この動画の2番目のコーナーでお話ししたミュージシャンと一緒に聴いていくなんていうと、なんとなくですけども、昭和歌謡からですよね、戦後ですよね。戦後といっても僕の中で今の話だとか40年代ぐらいからの話だと思います。1960年代からっていう言い方でいいと思います。のところの理解は深まるのかななんて感じでお届けしてみました。ではまあ、ベビーメタルの前の動画、ベビーメタル、鞘師里保ベビーメタル系ですよね。の動画への回答というのは今夜このまま続いて お答えし、そして明日の鞘師里保ちゃんのバースデーというところではまた角度を変えた特集、そんな感じにしていきたいと思っています。引き続きくにおチャンネル登録いただきながらお付き合いください。コメント欄もどのような感想でもいいですし、ご自身の編曲、作曲、ベスト3なんていうのを上げてくれても面白くなるかと思っております。もちろん歌、歌唱でも結構ですよ。そんな感じで音楽の幅を広げていきましょう。また会いましょう。